アルファルファ軍は、アメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点で、の人口は6105人で、軍長所在地はチェロキー。1907年に、ウッズ軍から分かれて誕生した。軍の名は、オクラホマ州憲法制定会議議長や、オクラホマ州知事を務めたウィリアム・ヘンリー・デイビス、アルファルファ・ビル・マーレイにちなんだものである。この地は、先住民族が何千年にもわたって、 狩料採集の生活を営んできた。1750年頃には、主張のマンカチョンカ率いるお政治族が勢力を振るった。彼らは1800年より前には、カンザス州南東部のバックスタースプリングスから、夏の狩料場となるオクラホマに至るブラックドッグトレールを敷設した。トレールは、バックスタースプリングスの東、現在のアルファルファ郡にあるグレート、 それと平原にまで伸びていた。お政治族は狩りへ向かう途中、そこにある傷を癒す力があると信じられていた泉へ立ち寄った。彼らは森林や岩場を開拓し、浅瀬に橋を架けてトレールを敷いた。そのトレールはカンザス州、オクラホーマ州で初めての道を改良した例になり、8人の騎兵が横一列に並んで進める道になった。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2,283平方キロメートルである。このうち2,245平方キロメートルが陸地で、総面積のうち1.68%に当たる38平方キロメートルは故障などの水面である。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、アルルファルファ軍には6,105人、 2199世帯及び1482家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで1平方キロメートルの平均的な密度に2832件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人89.42%、黒人4.19%、先住民2.74%、 アジア系0.11%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種1.38%、および本結2.11%で2.90%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍民の96.7%が英語、2.1%がスペイン語を、それぞれの母語としている。 アルファルファ郡に住む2199世帯のうち26.90%は18歳未満の子供と暮らしており、59.30%は夫婦で生活している。5.70%は未婚の女性が接待種であり、32.60%は家族以外の住人と同居している。31.00%は特許で、 全世帯の17.60%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.29人であり、家庭の場合は2.86人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が25.20%及び65歳以上が20.40%となっている。平均年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は131.00にいて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は142.00人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は3259ベイドルで、家族ごとでは35000ベイドルである。男性の24,067ベイドルに対して、女性は17,944ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は14,704ベイドルである。総人口の13.70%、家族の11.80%は貧困戦。 以下である。18歳未満の子供の18.30%及び65歳以上の9.60%は貧困線以下の生活を送っている。アルファルファ群では下記の地点がアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。ありがとうございます。